ありがとうございます。皆さんは覚えておいてでしょうか。これが皆さんなんです。これこの方が時田さんで、これが本当に一緒にやってた時の時田さんだなと思って、なんか昔昔っていうなんか語り口調がね、とっても思い出されます。知ってる？知らないね。最近はまた全然違う人がねやってらっしゃいますもんね。知ってる？そうですか。ありがとうございます。本当にとってもクラシック音楽がお好きな方だったので、ティー戦場を喜んでいただいたんじゃないかなと思っています。みんなありがとう。ありがとうございます。これもなんか、これは懐かしい、これは懐かしい日本昔話のね、お歌は知ってるのかな。知ってる？なあ、これこんな曲、はい、出てもらって申し訳ないんだけれども、もう一曲だけね、これはちょっと、実は時田さんもうライフワークになさってたお話がありまして、何もない猫っていうお話がある、ご存知の方いらっしゃるかな。聞いてくださった方は、おとともコンサートでよくやってくださいました。何もない猫ってちょっと短いお話を言いますと、もう本当におひげもお耳も尻尾も何もない猫がいて、いることさえ知られてない何にもない猫がいたの。その猫ちゃんは、でも自分はここにいるのに誰も知ってくれてないって言って、とっても寂しかったんだけど、少しお話をかいつまんで言いますと、その猫ちゃんは死ぬ時になってお星様を見上げて、やっと息を引き取ったんだけど、その日雨がすごく降って、翌朝になったら、その雨が降って、でも濡れてないところが猫ちゃんの形になって、ああここに何もない猫ちゃんいたんだっていうお話なんですね。時田さんがお話しされると、でも本当なんて言いますか、面白いんだけど悲しくて、悲しいんだけれどもなんか笑えるみたいな、時田さん本当に、を彷彿させる本当に素敵なお話なんですね。別役みのるさんという方のお話です。この別役みのるさんのお話をね、よくされていました。この何もない猫の最後の曲というのがとっても素敵なので、皆さんに聴いていただきたいと思います。猫ちゃんが、あ、もう自分は終わりなんだな、息をふっと閉じて、もう亡くなったっていうようなことは言わないんだけれども、本当にこの音楽が流れてくるともう想像できる曲です。演奏します。Thank you.
ません本当に最後にやってしまってごめんなさい。今日は本当にありがとうございました。みんなの演奏して本当に嬉しかったです。なんか良いお時間経ったのがちょっと信じられないぐらいあっという間でした。また一からね違う曲が始まって、うわーまた一からじゃなんかみたいな感じかもしれませんが、やっぱりね新しい曲ちょっと難しい曲に挑戦して、またたくさんね練習は辛いかもしれないけれど、やっぱり出来上がってみんなが喜んでくれたらすごい嬉しいなと思うと思うので、ぜひ頑張りましょう。先生方もありがとうございました。白川先生ぜひお願いします。白川先生、高森先生、ありがとうございます。高森先生、ありがとうございます。ありがとうございます。南北先生もありがとうございます。ついでに松野先生もありがとうございます。ありがとうございました。それでは、皆さんと記念撮影をね撮りたいと思います。まあ、会場がね少し狭いので写真屋さんも非常に困っておられますが、上手に撮っていただけるのでしょうか。はい、そうですね、並べましょう。先生、はい、